市清水区の沖津地区では、まちづくりの一環として薄寒桜の植樹を進めていますが、この薄寒桜の開花に合わせ、沖津宿寒桜祭りが2月4日に開催され、多くの人でにぎわいました。会場となった沖津生涯学習交流館の広場には、地元の団体や商店による30以上の飲食や雑貨のお店が軒を連ね、多くの買い物客でにぎわっていました。また、沖津地区は日本で初めてあんこを作るための機械を開発した北川雄作さんの出身地でもあるため、あんこ横丁が設けられ、あんこの里を PR するとともに、おしるこの無料配布が行われました。すごい甘くて美味しいです。あ、美味しいです。ギリギリ間に合いました。もう終わりって言われて間に合ったね。よかったです。会場の中央に設けられたステージでは、幼稚園児の踊りや消防団のラッパ隊の演奏などが披露され、観客を楽しませていました。温かい層を感じながら、その沖津の町の、良さっていうのを感じていただければいいかなと思います。またこの日一般公開された柑橘研究沖津拠点では、研究所で作られている柑橘系の果物の研究成果の紹介や、さまざまな柑橘系の試食が行われ、多くの人が列を作っていました。好天に恵まれた第21回沖津宿寒桜祭りは、子どもからお年寄りまで多くの人が訪れ、主催者の発表では1万5000人以上の観客で終日にぎわったということです。